はい、おはようございます。おはようミンネラボのお時間やってまいりました。2020年4月13日31回目のおはようミンネラボになります。ミンネの作家活動アドバイザー和田真央です。この YouTube では、ミンネの作家さんからお寄せいただいたご質問に、私が1回の配信で1問回答するというのをやっております。早速ですけれども今日のご質問に行きたいと思います。今日は匿名希望の作家さんから、フルタイムの仕事をしながら制作活動をしていて、まあ、趣味の範囲にとどめるか本業を目指すかという内容のご質問になります。はい、読み上げます。真央さん、こんにちは。私は現在フルタイムで派遣社員の仕事の傍ら兼業で作家活動をしています。作品ジャンルはオリジナルイラストを元に作った紙雑貨です。もともとイラストを描くのが好きで長年趣味で描いておりましたが、友人の勧めでミンネにギャラリーを作り約1年半が経ちました。ミンネ以外の活動はイベントなどはごく小規模のものに年に 1、2回お声をかけていただいた時に参加させていただいています。その他ミンネ以外の1サイトで販売しております。作家活動をやってみて感じたことは、それまで趣味として描いていたのとは比較にならないくらい楽しく創作意欲が尽きないということです。ところがその結果、最初のうちは仕事や家事とのバランスが全くうまく取れず、作家活動を楽しむあまり睡眠時間を削ったり子供と過ごす時間を犠牲にしてしまい、ついには自分自身がダウン。そればかりでなく、いろいろ我慢させたせいで我が子にまでストレス性の微熱が数週間も続くという最悪の結果となってしまいました。それから活動をやめた方がいいのかと悩みながらも、やはり作ることへの欲求が止められず、試行錯誤した結果、現在は夜は子供と一緒に21時に就寝、たっぷり7時間睡眠をとり、子供が起きる前の早朝4時から6時半までを作家活動の時間に充てることで、毎日少しずつですが安定した創作時間を取ることができています。前置きが長くなりましたが、ここからが私の今の悩みです。毎日 2.5 時間程度、1週間にすると最大 17.5 時間が今の私の創作活動の持ち時間です。保育園の行事や家族のイベントなどがあれば創作時間が途端に減ってしまいます。しかし、最近以前にも増してもっともっと作りたいけれど時間がないというジレンマに悩まされているのです。作家活動がうまくいけば少しずつフルタイムのお仕事の量を減らして作家活動の時間の割合を増やしていきたいな、あわよくば作家一本でやっていけたらとも思ったりもしますが、それはそんなに甘いものではありませんでした。新作は月に3点ほどを出品していますが、1年半やってみて正直今は月に 1、2万円ほどの売り上げ、作家一本で生計を立てるなどとても難しい状況です。そんな中、唯一年末年始はクリスマスやカレンダー、年賀状などの需要で月に20万近くの売り上げを立てることができました。日に 4、5件、多い日で10件近くの注文が毎日のように入り、嬉しい反面、発送作業だけに時間を費やし、ただでさえ少ない1日の活動時間が終わってしまうという嬉しいやら悲しいやらの毎日を経験しました。もっと創作したいけど、専業に移行するには売り上げが少なすぎる。かといって年末年始のように売れたら売れたで発送作業オンリーで創作時間が全く取れないというジレンマを解決するにはどこから改善したらよいでしょうか。共働きではありますが、私のみの収入で月々20万円程度は何らかの形で確保していかないと厳しいと考えています。このような状況で兼業作家から専業作家へと上手に移行することはやはり難しいでしょうか。主人も私を含めた家族の健康や家計に負担のない範囲でならいくらでも楽しめばよいという考えです。ハンドメイドは副業と割り切って売れる売れないをあまり気にせずやっていく方がいいのでしょうか。モヤモヤが止まりません。今後の活動のヒントをいただけたら嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします、というご質問です。ありがとうございます。匿名さんですけれども、お答えしていきたいなと思います。まずですね、今日もちょっと匿名さんなのでギャラリーをお見せすることはできないんですけれども、さっきもね、ご質問の中にありましたイラストを描かれていて、それを元にした紙雑貨を作られている。とっても可愛いです。今日もとっても可愛い。
語彙力がちょっと足りない、私の語彙力が足りないんですよね。ちょっと優しい雰囲気のすっごく素敵なね作品です。で今日はですね、ちょっと特に強烈にお尻を叩かせていただきたいなっていうふうに思っております。本当にこの方に対してはこのくらいやってもいいんじゃないかなっていう、ちょっと聞いてる方からしたらはてって感じになるかもしれないですけど、もう本当にですね、もう何を言ってるんですか、こんなに才能に恵まれてアイデアも湯水のように湧いてきて、だいたいそのお仕事になった途端プレッシャーとか、まあ、環境の変化とかいろいろあるので、その趣味でやってた時みたいに伸び伸び作れなくなったっていうケースは結構聞くんですけど、販売を始めてますますその創作意欲が湧いてきて、次はこうしたいああしたいって出てくるっていうのはもうね、やるしかないですよ。私は本当やるしかないかなって思います。でですね、月に 1,2 万円の売り上げだったんだけれども、やっぱ20万円売れたっていうこの経験値がめちゃくちゃいいですね。パートじゃないや、派遣社員の方でしたよね、はい、派遣のお仕事をしながらフルタイムですよ。フルタイムでやりながら月20万円の売り上げを立てたのはもうめちゃくちゃすごいです。素晴らしい。でこれお仕事辞めたらどのぐらい可能性が広がるかっていうのは、やっぱりね、仕事しながらとは全然もう段違いに可能性が違うと思うんですよ。でこの方のめちゃくちゃメリットというか強みなのは、幸いなことにですね、売り上げを伸ばしやすいジャンルなんです。でカレンダー、ポストカードで、今プリントアイテムってもう昔じゃ考えられないぐらいそのいっぱいアイテムがあるんですよね。でうち の弊社 の GMO ペパボ株式会社のサービスのすずりっていう、すずりですね、アルファベットで SUZURI で検索してみてください。すずりっていうサービスがあるんですけど、そこはご自身で発送作業とか何もしなくてよくて、工場にそのイラスト、工場側に注文が入ったら工場が製品を作ってくれてお客様に送ってくれるっていう、ちょっと便利なサービスがあるんですけど、そこはプリントアイテムをたくさん使っていて、ガラスのコップとか、まあ、スウェットとか、私も配信でよく着てるのはすずりのスウェットだったりするんですけど、ノートとかね、もうとにかくいっぱいステッカーとか、もうあらゆるものがあるんですよ、アイテムとして。作家さんはその描いたイラストをもうすずりのサイトにアップするだけで注文が入ったら勝手に発送してくれるっていうサービスです。利益も何割にするかっていうのも自分で設定できるようになってます。で、まあ、そういうのもあるので、1個からね、昔だったら100個とか1000個とかロットを大きく作らなきゃできなかったようなものが、今1個からも低価格で作れるっていう時代になってるので、ぜひこの波に乗っていただきたいなと思います。で、この方イラスト自分で描かれているので、オリジナルの原画もすごく売れると思います。売れるっていうのじゃんじゃか売れるってわけじゃないですけどね、売りになると思います。で、プリントアイテムっていうのは投資、自分のもう自己資金がどんだけ用意できるかで結構在庫量もこん天井なしで増やせるので、やっぱりその投資することで自分でコントロールできる、そのどのくらいの売り上げに持っていくかっていうところをコントロールできるっていうのがすっごい本当に強みです。これはもうラッキーだと思ってください。でもうそもそも在庫がないと売れないですから、月に20万円売りたいなって思っても、自分のギャラリーに載ってる作品の在庫量が10万円しかなかったら、注文が入ったら作って出せばいいやっていうのじゃやっぱなかなか売れないんですよ。もう在庫がある方が強いです。あった方がいい。みんなに在庫作れっていう話じゃないですよ。在庫の一度も作れっていう話じゃないんだけれども、本業でやろうと思ってかつ売り上げが伸びる可能性があるのはやっぱり在庫があった方が絶対いいですね。でちょっと熱くなっちゃいましたけど、ご家族の健康とご自身の健康に関してもこれはもう痛いほどご自身でお分かりかと思うんですけど、やっぱり一度ね体調崩されて辛い思いされたと思います。なのでここはもう死守していただくのがいいかなと思います。で家計の負担のない範囲でならっていうふうにご主人もねおっしゃってくださってるんですけど、多分これは趣味としての話じゃないかなと思うんですよ。でこっから先どうするかですよね。私的には家計を支えるし、もう収入として仕事としてやっていける可能性っていうのをすっごく感じます。ぜひ検討していただきたいな。でただじゃあ今のまんまでいいかって言ったら、もうもちろんそうじゃないんですよ。その今のままだと今そのフルタイムの派遣のお仕事を毎日生きながら
週に 17.5 時間ですね。で働いた、制作活動してる、これだとちょっとなかなか移行、いつまで経っても正直できないと思います。まあ専業に移行するには売り上げが少なすぎるっていうところをお書きいただいてたんですけども、これをね脱出できる術なんてないんですよ。自分からもう環境を変えるしかないかなって思います。もういつまで経っても脱出できない。どうしたって月70時間の制作時間では限界があります。多分お子さんもいらっしゃるので、今のその制作の体制だったら月に10万円ぐらいまではまあ心穏やかに売り上げを立てられるギリギリラインなんじゃないかなと思います。20万円を継続できないっていうのは体験済みだと思うので、まあ、ここのコントロールはまた別の課題ですけれどもね、まあ、10万円ぐらいまでだったらいけるかもしれないけど、まあ、お仕事を辞めたらどうなるかっていうと、本当に売れるか売れないかは置いといても、これがまあ30万円とか月にね、もうそれ以上見込めると思うんですよ。で私はもう多分ね、この方がちゃんと本腰を入れてお仕事を辞めてアイテムをじゃ作って発送のところもね、今はまだ月に 1,2 万円の売り上げだった方がいきなり月に20万円売ったら、まあ、やり方も効率の良さもまだまだ改善の余地はあると思うので、まあ、そこを外注に出すとか、お手伝いの方を入れるとか、作ること以外のことにお手伝いの方を入れるとか、そういったそのコストを自分でかけることによって自分の時間をどんどん捻出していく方法に行けば、月賞100万円ぐらいまで伸ばせる可能性はもう全然あると思います。で人に頼ったりとかね、もうその自分一人で全部抱え込まないっていうのは一つの方法です。ただその作家さんによっては人に頼りたくないっていう方ももちろんいると思うので、これやれって話じゃないです。これも一つの案として聞いていただきたいなと思います。で、まあ、かけられる時間をどんだけ捻出するかですよ。もう自分のその制作時間、自分がやりたいところの時間をとにかく確保して、まあ、かけられる時間に対して売り上げを積んでいけるから、実際売れるかどうか、もうこれ作ってもまだ全部在庫になっちゃうかも、もうそれもみんな一緒ですから、みんな在庫を抱えるリスクはあるんだけど、世の中売れてる人なんてそのリスクを取って売り上げ伸ばしてるわけなので、実際売れるかどうかっていうのは一回ちょっと置いといて、自分のそのご自身のね手持ちの資金と、まあ、投資できる作品のジャンルと、まあ、絵を描きたい時間の確保と、いろんな面で計算してみてください。ちゃんと計算してみるとちょっと見たことない数字が多分出てくるんじゃないかなと思うんですよね。話はそっからかなっていう気がします。それでやるやらないをご自身で決めていただければいいので、で、まあ、今回のご相談はやっぱりやりたいことを我慢していることが原因のモヤモヤだと感じるんですよ。でもうこれこういう状況だとやっぱ解消するにはやりたいことをやり抜くしかモヤモヤ解消できないんじゃないかなと思います。でやりたいことが、まあ、新しいお仕事に直結するっていう、もうなんてラッキーなんだ、私本当ラッキーってポジティブに思っていただいて、で やれるところから取り組んでもらえる、もらう、そういうふうにやるのが私的にはすごいなんかこうドーンって弾けるようなものがあるんじゃないかなって個人的には思います。でまあただここまですごいお尻を叩きまくってもうやれやれって感じでお話ししたんですけど、やっぱりお仕事辞めてはっていうのはもうちょっと言うのは簡単だけど、実際ね行動に実行するのはすごいハードル高いと思うので、まあ仕事辞めてはっていう方向性でお話ししましたけれども、まあ、作家さんによってはね、その単に専業になれば気持ちよく活動できるかって言ったらそうじゃないケースもやっぱいらっしゃるんですよ。結構意外といらっしゃいます。で仕事を別で持ちながら制作活動してる方が頭がいろいろ切り替わって集中できるから、そっちの方がいいって、私は仕事しながら作家活動する方が性に合ってるんですっていう方ももちろんいらっしゃいます。そういうもし場合だったらちょっと今日の私の回答は全然見当違いになっちゃうと思うんですけれども、そういうタイプの方もいるので、まず自分がどうしたらいいか分かんない時は自分がどんなタイプの人間なのかっていうのを自己分析してみるっていうのは結局ねご自身の中に答えがあるので、じゃあなんだよこの質問コーナーってなっちゃうかもしれないですけど、そういうふうにも思います。お仕事しながら両立したいとかね、まあ、そういう状況を、まあ、この先10年20年もう先長いですから、まだ1年半ですもんね初めて、もう長く仕事にしたい、この楽しい日々が10年20年続くならその楽しい方がいいじゃないですか。でその時間をどういうふうに使うのが自分にとってその20年後ハッピーかなっていうふうに考えていただけるといいかもしれないですね。
で、あとお子さんがね、成長すればご自身の時間っていうのがもう増えることは確実に分かってるんですよ。今はね、まだ家族の時間結構あるけど、この先お子さんも独立されてとかなってきたら、もう100%自分の時間になるかもしれない。ご自身とのね、お二人の生活の時間になるかもしれない。で、今が一番しんどいだけだと思います。時間が足りないっていう意味で。で、まあ、タイミングもあると思うけど、まあ、そこもちょっと加味して制作活動を本業にする場合、まあ、兼業で続ける場合、それぞれ計算してみて、やっぱ最後は数字です。それぞれ計算してみてください。で、お子さんの成長に合わせてご自身の持ち時間というのもどんどん増えるはずなので、2021年は何時間、2022年は何時間も、そのくらい細かく出していいと思います。で、10年単位ぐらいで数字を出してみて、で、その結果どうなのかなっていうのをぜひ考えてほしいなと思います。で、まあ、数字は根拠として残りますので、今後の糧になるんじゃないかなっていうのが今日の回答です。今日はフルタイムの仕事をしながら制作活動中、趣味の範囲にとどめるか、本業を目指すか。私はこれだけ恵まれたジャンルで、これだけ恵まれた才能があるんだったら、ぜひ可能性を追求して思い切って仕事を一気にむず、あの、辞めるのは難しくても、仕事の量を半分にすれば、その半分イラスト描く仕事に当てられるからな。そしたら毎月20万円コンスタントにっていうのも全然いけると思うんですけどね、という回答になります。はい、コメントをちょっと読んでいきたいなと思います。2、3人ぐらい。そんなに素敵なイラストなんだ、見てみたい。見せたい。もう今日ね、公開していただきたかったな。ねえ、そういうのもあります。あとも、私も専業になって、真央さんにお尻を叩いていただきました。頑張ってくださいという、先輩作家さんから。この方もだいぶ、そう、すごいですよ。いや、もうやっぱりね、自分がやりたいことをやってる方のエネルギーって本当にすごいんですよ。私、年間1000人ぐらいの作家さんに、まあ、セミナーに参加していただいたり、対面でお会いしたりしますけど、やっぱりね、やりたいエネルギーの強い人はすごいです。もう素晴らしいエネルギーがあるので、そこにはかなわないですね。ずっと作り続けても苦じゃないタイプの方ってやっぱりいらっしゃるんですよね。ねえ、あとはですね、やらないと後悔しますというご意見とかね、あと、そうね、子供が母親から離れる時はあっという間に来ます。10歳過ぎたらほぼ手がかからずに活動できるので、本業スタートをいつからにするかの目安を設定すると良いです。私も10歳目安に活動を本格的にやったので、子供も寂しがらずに済みましたというようなご意見。うちの子も今10歳なんですよ。10歳全然手かからないですね。まあ、違う手のかかり方、ほんと見守るような子育てに変わっていくんだと思うんですけど、そのね、ご飯を食べさせるとか着替えさせるとか、そういうことはもう自分でできるし、お風呂も歯磨きもね、一人でやるしね、宿題はあんまやらないけどさ、そういう感じになっていきますね。あとはね、私も似たようなところから頑張ったので、真央さんにお尻を叩いてもらえるご質問者が羨ましいですよ。悶々としながら自力で開拓するのは難しいです。真央さんのおっしゃられる通りです、というありがたいご意見。ありがとうございます。そっか、よかった。ね、私も子供が幼稚園の頃は4時起きでやってました。小学校になると集中できる時間が増えてきましたっていう、これも心強いですね。そう、これもいいご意見。在庫を抱えるのは不安ですよね。でも作ってしまえばどう売るかと切り替えられると最近感じるようになりました。これめちゃくちゃ大事ですよ、皆さん。これどのジャンルの方にも言えることなので、本当に頭が変わ、脳みその動きが変わるんですよ、在庫があると。そうすると、もう SNS に何書こうかなとか、みんなのギャラリーに何書こうなんて、その自分からアウトプットするところでの悩みっていうのがね、ちょっと違ってきます。もうやるしかないっていう風になるので、あれも出さなきゃ、これも出さなきゃ、ネタだらけになってきて、今度違うところでね、頑張んなきゃっていう気持ちになりますよ。そうね、頑張れ。私もあと20歳若かったら絶対やるって。大丈夫です。今でも十分いけますよ。頑張りましょう。ねえ、あとはですね、あとはね、そんな感じかな。今日は嬉しいレビューで私の作品を何で見つけたかというメッセージをいただきました。それを聞かせていただけてすごくためになりました。ああ、よかった。そういうご意見もあります。ありがとうございます。よし、じゃあそんな感じですかね。
はい、また木曜日に配信したいと思います。このおはようミンネラボではミンネの作家さんからのご質問を随時募集しております。ご質問フォームはこのコメントの概要欄の方に載せておりますので、そちらの方からお寄せになってください。はい、じゃあ今日の YouTube の配信は以上でおしまいになります。どうもご視聴ありがとうございました。